こんにちは、久保田が行く、やってまいりましたけども、久々の、皆さんが、待ってた方が登場しますね。この方です。どうぞ。どうも、中山浩太です。よろしくお願いします。ということで、やっていこう。これ何、これ、はい、これ俺らがやってる、これ何なの。マネージャーに渡されて、もうとりあえずコロナ対策ということで、あ、ここまで厳しくなってるやん。多分、うん、メガコロナみたいなのあるんじゃない。メガコロナ、うん、ないよ、そのマックみたいな。大丈夫よ、メガマックみたいな。これあれやから、その防御の魔法を使うさ、魔法使い2人戦ってみたいな。シールド落として一本動けんから同点やろ、多分魔法使い同士やから。そう、指で見せて終わりやろ。終わりやろ。あるんでしょ、イベント、ついに。ついに、ちょっと皆さん、中山浩太、久保田が行くを見てもらったという方、はい、100万、200万以上待ってるんです、合計で言うと。すごいよね。いよいよ、うん、皆さんの前に降臨します。はい、この2人が、吉本の総本山、ルミネ座吉本で、17日の18時45分から20時、はい、20時まであります。75分間、一番いい、遠くない時間。もう今までのその動画を見てきた方全員に来てほしいし、一応250名ということなんですけども、印象としては。あと配信、オンライン配信します。これがね、なんか聞いた話ないけど、劇場の方は結構もう売れてる、もうそのマックス入れる250が届きそうなんです、うん、届きそうなんですよ。どうかオンライン配信で見てほしい。あとちょっと緊急重大発表なんですけど、うん、非常に言いにくいですが、うん、もし、オンラインチケットで500枚いかないのならば、うん、久保田が行く中山さんとの今後 YouTube 動画は撮りません、うん、すいません。ほんまそれはね、まあ、もう俺も出してもらうと言ってないねんけど、まあ、久保ちゃんのね、久保田が言ってるから仕方がないやん、うん、結構見てくれてる人多いやんか、うん、でも結局その久保田が行く、なんか俺なんか自分の情けなさを痛感したっていうか、久保田が行くのはそれで仲間を出したって言ってくれてる人多いけど、なんかいざやっぱお金払って見るってなったらすごい減るんですよ。で自分一人でやった方が多いとかって、なんかもうそれはもう、いや、一人でやらない、二人でここまで積み重ねてきたんで、ええこと言うわ。で僕らも、うん、すいません、こんなことを偉そうにされるということじゃないですけど、うん、もう試供品ではないんでね、試供品のお試しは皆さんがもう見た通りいいねをしてくれたと思うんで、ここから商品として僕たち少しだけお金払ってきていただければと思いますんで。いや、おっしゃるとおり、僕もちょっと言葉悪いかもしれないけど、お前らいつまでそのちょっとだけもらえるさ、なんかちっちゃい入れ物に入ったシャンプーみたいなやつ、あれをさ10個20個集めてそれだけで頭洗ってるか、そんなもん紙きしきした方がある。ちょっと言い過ぎやば、熱心、言い過ぎやば、熱心だよ。おい、これ何やろ。ちょっと本当チケット売れないとこういう争いにもなります。いったいったいった、じゃあ本当当たってんねん。あ、すいません、アクリルを潰さないんだよ。何してくれてんねん。ギリエル台湾とかでありそうな競技がいるからね、ゆっくり行ってね。何で台湾の競技で、もう負けるとき縦にしたら負けとかないよ。透明やから見にくいしな。いや、見やすいよ透明。あ、逆に一番見やすいよ。いや、客席から見るんで何してるのか。やりますよ。はい、ちょっとね、ぜひちょっとお願いしたいんですよ。緊急動画するのね。はい。いや、久保田がいなくなるのは僕も寂しいし。うん、それもやっぱその、今後もやっていきたいんで。いや、内容もね、うん、だってほらもう、あれすごかったやんか。すごかった。もう打ち合わせの感じやんか。あの話すのみたいな感じですよ、はい、皆さん。もう言っちゃいます。うん、で、同じ配信なんで、うん、今まではノリで済まされたとこあるけど、あ、もう言います。17日どっちかが配信で捕まります。すいませんでした。すいませんでした。ほんますいません。だから、まあルミネやから警備員さんも結構おるやんか、うん、でもちょっと似てるやん、警察と警備員さんの服で、うん、だから、まあ、体感やけど警備員が2枚おるみたいな感じ。警官めっちゃ来るから。そうですね、言い方悪いですけど、そのね、お正月のそのヤクザ組織の家の周りの警察の配備ぐらい人は多いと思います。言い方悪いな。多いけど。多いけど。うん。来てほしいですよ。ぜひ、これはほんまに来てください。もう、概要欄に書いてるんで、もうすぐ買っていただきたいです。はい。概要欄に貼り付けてね。ちょうど今、打ち合わせも終わりまして、みんなが楽しんでもらえればと思って、うん、何時か、今日の朝何時からですか。あれ、6時に起きたから、朝6時に起きて、夕方4時から始めてて、今、
18時なんで2時間やってます。いや、ほんまのこと言うね。そう、俺の起床時間なんやって。なんやねん、それ。ヘラヘラすなよ。告知やから、ちゃんと来てもらわんと。ほんまにお願いします。ほんまにお願いします。すんませんけども。もう僕たちやれることはやったんで、なおかげ、うん、で、ね、感動したとか。そう。2人で歌ったやつ感動したとか。ブズリビリもやりました。そう、動物園にも行ったよな。うん、お隣にも行ったよな、人生ゲームもしたよな、した喫茶店でおしゃべりもしたよな、したもう全員いいねをしてくれてる、うん、それの集大成やから、うん、すっごい集大成、もうストイックな人はコメントに聞いたことない、黒の神様が2人降臨されてくる人もいました、ちょっと聞いたことないコメントですね、うん、あ、これはもう言い過ぎかもしれないけど、あえてみんな言いにくいときには、うん、コロナの人も来てください。全然大丈夫です。いや、コロナはダメ。ダメダメ、それ波消しで問題になってるから。あ、そう、波消しな。コロナの人は来ないでください。その代わりにメガコロナの人は来てください。だからこれ持って、これ持って。お前言うてもメガコロナってなんだ。おっきいです。そのデルタ型とか、ああいう形はあるんじゃない。うん、普通のコロナの人は透明なこのアクリル板みたいなやつやんか。メガコロナはこれ。もうこれじゃないと無理ない。うん、これで、このまま来てください。客どけてこうやって。もうこれはだから盾にしてもらったらさ、そのあれやからね、もう警察もさ、盾でやる人がいるから、一番強い人があれなのかな。そうですね、やばいからね、はい、いやでも絶対体調には気をつけて、来ていただくのと、配信はね、あんまり言いたくないですけど、久保田君もいろいろお金かかってたから、うん、YouTube 一生懸命やってた、それをちょっといくらかな、ちょっと2000円とか超えてしまうけど、何てんのか、何てんのか、これ。え、コロナやね。あ、なあ、コロナかね、うん、コロナの機会。ぜひ皆さん来てください。じゃあ本当に来てください。お願いします。絶対、あ、もう一回言ってきます。17日です。うん、17日の18時半はいです、ね、45分ですね。45分ですね。18時45分ですね。また言いましょうか。17日の18時45分から。何も忙しすぎたらもう時計とかぐるぐるになってるのは分かるから。大丈夫。ごめんなさい。オンラインチケットは概要欄にありますので。ぜひ来てください。9月17日、18時45分から20時まで。もう皆さん、もう本当、見たでしょ、いっぱい。たくさん笑ったと思うんですよ。お願いします。もう言い方悪いですけど、もう、ごめんなさい。もう、ただで笑ったやろ。もうただほど怖いものはないです。たまに報告挟まるぐらいだな。うん、もうお願いします。だからちょっとだけね、お金落としてもらって、そうですね、価値を見出してください。2人にお願いします。目指すは水曜どうでしょうの番組になってますんで。あ、もうあれやるんですか。もうあれやります。あれはきっちりやりたいですね。あれやってお願いします。スタジオでちょうどなぎすけになってしますからね。いい始まりですね。はい、お願いします。お願いします。来てください。ありがとう。ありがとう。来てくれたらいいな。来てほしいな。うん、打ち合わせしたしな。え、打ち合わせもしたし。打ち合わせもした。なんか前からすよ。そうや。俺が呼んでんちゃうねん。なんか久保田が行く的なことやったら、もうカラスなくて。すごいな。前もそうやった、久保田がカラス呼んで。で、だからラップでボロ負けした後に、うん、は、歌声だ、カーカーカー。で、前、トロサムの公式、まだ上がってない。それも最後セリフ言った時。カーカー。やってた。3回目やん。いや、でも、おめでとう来てほしいよ。もう、やっぱりこれ、もうこればっかりお願いするしかないから。でも、チンチンは全然出すよ。あんま見てないかもしれないけど。チンチン出す出す。せいや、レペゼンせいや。レペゼン、いや、その出して、きっちり舞台で出して、で配信でも見てもらって、で、まあ、クビやから、わざわざ出したやったら、うん、このご時世。その時にもう笑顔で一個もしたから。じゃあもう俺、関係ないけど、イベントまで時間があるから、うん、お前のなんかいとこ、うん、どうにかいろんなつて頼む、うん、そのいとこのおじさんのチンチン出すんですよ。お前のな、あのさ、いとこのおじさん悲惨やんけ、どんなとばっちりやんけ、かわいそうに。もう思った以上に人数が来なかったらどうする。マジで例えできない。例え、例え、数裏切られた視聴者に裏切られた数だけコピーって入れて、いやもう囚人かなって。こんなとこに入れようか。入れてももういいけど、俺なんかかっこ悪いの、その失敗したみたいな意味で、その入客としては失敗したみたいな意味で、
一生忘れへんデッドナイトとかも入れる英語でめちゃくちゃかっこいいよ。俺お前のいとこのおじさんもチンチンっていう話してもめちゃくちゃ恥ずかしいわ俺今。あ、じゃあちょっと一番派手なことするわ、うん、あの首吊りながら手首切るか分かってる、ね、難しい。1個にしなきゃ言うてる場合じゃないよ。あ、屋上で。屋上でじゃないね、家のとこでやって止めに行くから。いや、そんな話じゃなくて、いや、だったらもう久保田が言うてるから仕方ないやから、うん、もう久保田が言うのでここ入れるよって、で、てるから仕方ないやって、俺こっち立てる。で、合わせる浜崎あゆみと永瀬君みたいな、昔のあのハートパンツのバトンみたいな。あったけどね、そうだ。それいつそれを背中でパッと見せる。いや、でも今回のライブで来なかったら、はい、あ、来なかったですね、見なかったですね、じゃあ背中だけ見て帰ってくださいって、背中パチッと見せる。めちゃくちゃ怖いやん。それやろう。それやろう。うん。っていうかやる。絶対やる。やるやる。うん、俺たちはやる。俺たちはそのやらんと思ってるんでしょ。やるんやる。うん、やってきたからこういうことになってるんか。そうそう。そのやってきたのが吉と出てるのが彼で、京と出てるのが俺やからね。でもまだ分からんから、ね。そうよ。吉と京合わさったら大凶よ。うん、見に来て。ウィンウィン。ウィンウィン。ウィンウィンの逆やってたからまだから。うん。でも言うことじゃないけど、自分の髪の毛で一番長かった髪が抜けたわ。うん、この瞬間に。この瞬間に。ありがとう。あ、ぜひその辺も期待してほしいですね。2人ともやっぱりタイプは違うけど、うん、むちゃくちゃ入ってきてるから、うんうん、ということでございます。ぜひ来てください。お願いします。何物語ぐらい、はい、盛り上がりましょう。概要欄チェックしてください。尊厳の3の3って言っちゃっても何もか